運命の人、常識ではありえない国家権力による不当逮捕、はい、当然のことながら本木雅弘演じる弓成亮太は、新聞記者にはニュースソースを秘匿する義務がある、何を聞かれても黙秘権を行使する、うん、そして弓成の逮捕を知った毎朝新聞では、政治記者が公務員から情報を取るのがそそのかしなら、我々社会部も日々警察や検察をそそのかしていることになります。国家公務員法で引っ掛けるなど汚すぎます。これは密約を追求した我々新聞への佐橋総理の報復ですよ。見せしめのための政治逮捕ってことですかと口々に反発。以前にアメリカニューヨークタイムズであった事件を引き合いに出して、国家機密よりも国民の知る権利の方が重要なんていうのを合言葉に、知る権利キャンペーンを他州をも巻き込んで展開。でそれに対して佐橋総理は、国家機密の保護より国民の知る権利が常に優先されるならば外交を破綻する、あってはならぬことだ、確かに現実問題としてはそれも一理あるんだろうけど、でちなみに知る権利というものに関してウィキペディアの解説では、国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、国政の最終決定権を国民が有することがあるが、最終決定権の行使にはその前提として判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。国民が自由に情報を受け取る権利としての知る権利は表現の自由に由来すると見ることもできるが、国家による検閲の禁止からも導かれる。たとえ表現の自由を保障したとしても、それを受け取る側の受け取る自由が確保されなければ無意味になるからである。この自由はマスメディアの発達により、情報の送り手と受け手の分離が著しくなった現代においては重要な権利であるが、近年のインターネットの普及により送り手側と受け手の分離は解消されつつあるということで、いわゆる報道の自由っていうのは、日本においては報道機関が様々な表現媒体を用いて国民の知る権利に奉仕する存在として認められてるわけで、まあそういう意味では本当にインターネットを通じて個人が簡単に表現できるっていうことはね、検閲を受けることなく自身の思想、良心を表明する自由である言論の自由、この権利がますます行使されやすくなったっていうことではあるんだけどね。いいのか悪いのかは別ですけど、すごいですよね。そしてその一方で、三木明子に対して接見した担当弁護士は、勘違いしないでください、あなたの敵は検察ではなく弓成記者です、そしてさらにはあなたを留置場に残して弓成記者は自由の身になりました、あなた一人に罪を押し付けて弓成記者は英雄気取りですよ、なんとも揺らいでしまう明子の心。まあこのあたりね、全てが真実ではないんだけど、真に受けてしまってもこれは致し方なし、なんと言っても弓成に約束を破られたっていう思いはこれ明子に強いんでね、でもね、その警察官がなんか違った証言というか全くちゃう方向で話をしてたじゃないですか、ああいうのってありなんですか。まあそのあたりこそ不当逮捕の一面ではあるんだけど、ねえ、そして起訴状での一文、密かに情を通じこれを利用して、これには毎朝新聞社内でもあぜん、女と寝て情報を取ったのか、そんなの警察の策略ですよ、まあ正義の人と信じていたあの弓成がこんな手段を取っていたのかとなるとね、そりゃこれから風向きが変わってきそうな気も、果たして弓成はどんな反応をするのか、ところで、今回も私はスクープのためなら何をしたっていいと考えるタイプの記者でしてね、と言ってた大森奈央演じる読売新聞記者山部和夫、まあモデルは読売新聞の渡辺恒吉であることはこれ見てる誰もが分かってることだとは思うんだけど、案の定本人は黙っていなかった。やっぱり高利記者じゃない、実は日刊スポーツ2月7日の記事によると、沖縄返還密約をめぐり元毎日新聞記者西山武氏が逮捕された事件小説が原作で、
俳優本木雅宏主演の TBS ドラマ運命の人に、読売新聞グループ本社の渡辺恒夫会長主筆85歳が怒りをあらわにした。2月7日発売のサンデー毎日に寄稿し、人物設定の情報提供したとされる西山氏に一言詫びよと謝罪を要求している。劇中自身をモデルにしていると見られる大森奈央が演じる読売新聞記者山部和夫が、料亭で田中角栄と見られる田淵角蔵にペコペコしながらごちそうになったり、買収されるたかり記者と描かれていると批判している。モデルと実在人物が特定できるように描かれ、この疑似フィクションドラマで著しく名誉を傷つけられたと訴えている。モデル人物の名誉毀損にあたる過去の判例も挙げている。また怒りの矛先は西山氏の間違った情報をもとに人物設定した原作者の山崎豊子氏にも及んでいる。突然の場外騒動に TBS も困惑、コメントする立場ではないとして静観の構えだ。確かに、福出は福田、小平は大平、田淵は田中、曽根川は中曽根、実在の人物に類似した名前が使用されているんだけど、一応原作となっている小説もこのドラマもフィクションで、あくまでもモデルと推測される人物に過ぎないっていうことらしいんだけど、まあ鍋常さんがここまで怒るっていうのもわからなくはない。まあね、ということで、フィクションとノンフィクション、この差をいかにつけるかっていうところがね、これ本当に難しいというか。難しいですね。ね、とにもかくにも運命の人、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。